ねんねママねんねママ寝かしつけならねんねママ。こんにちは、ねんねママです。今回は寒い日の寝かしつけのポイントについてお話をしていきたいと思います。寝かしつけ専門学校ねんねママチャンネル、チャンネル登録してね。ねんねに困ったら寝かしつけ強化クラス、概要欄からチェックしてね。令和は秋を忘れてしまったのでしょうか。ねえ、もうすっかり寒くなっちゃって、本当についこの前まで半袖でいられたかなと思ったんですけれども、あっという間に街中ではダウンコート着てる人がいるぐらいね、寒くなっちゃって、もう長袖1枚で過ごせる秋っていう季節はね、どこ行っちゃったんでしょうかっていう感じなんですけど、さあそうなるとですね、困ってしまうのが赤ちゃんに何着せようかっていう話ですね。でその中でも特に寝るときに関しては、布団かけてあげた方がいいのかなとか、暖房かけてあげた方がいいのかな、でもつけっぱなしてていいのかなとか、いろいろ疑問に思うことがあると思います。やっぱりわからないとね、そうなりますよね。で私自身も自分の子供が0歳だったときに、わからずに、まあこうかなあかなって思いながらいろいろ対策をしたりしていたんですけれども、実はその対策していた方向がちょっと間違った方向に対策してしまったりしていて、そうしたら夜泣きが余計に増えてしまったりとか、寝つきを悪くしてしまったりとか、まあ、そういうトラブルが起きてしまったという経験もありました。なので今急に寒くなって困っている皆さんに向けて、今回はこういう風にすればいいよって、今日からこうすればいいんだっていうのが分かる指針になるようなお話を今回の動画でしていきたいと思っておりますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。赤ちゃんは寒すぎても眠れなくなるのかという疑問があるとすれば、その答えはイエスです。寒いって思いながらだと大人も眠りづらいですよね。眠れないですよね。でお子さんも同じなんですよね。寒いと体がキュッて縮こまるので、寝るときはリラックスするのが基本です。なので、ってなってる間は、やっぱり眠りづらいし、眠れても睡眠の質が悪くなってしまうってことが考えられます。ですので、まあ、これからの季節、睡眠環境を整えて、寒すぎないようにしてあげるっていうことは大事なことです。わかった。じゃあもう今日早速毛布を買いに行くわ。思うかもしれないんですけど、ちょっと待ってください。ちょっと待って。で、対策はそうじゃないんです。絶対に使わないでほしいアイテムとかもあるので、今日はちょっとその紹介もしていくので、最後まで見て対策をしていただけたら嬉しいです。さて、なぜ毛布を早速買いに行こうということに関して、ちょっと待ってくれかというとですね、毛布のリスクっていうのがあるんですよ。それをきちっと理解して対策をしていただきたいから、ちょっと待ってというお話をしました。特に0歳ちゃん。0歳児の場合は寝床に毛布みたいな柔らかいものがあると窒息のリスクになってしまうんです。うっかりこれコテンって言ってうつ伏せになっちゃったりとかして、こう顔が毛布の上に埋まってしまったりとか、もしくは毛布が顔の上にかかってしまったりとかした時に、それを払いのける力とか身体能力っていうのが発達していないと、苦しいと思いながら何もできずにそのまま窒息してしまうっていうことも考えられるんです。なので0歳児の場合は特に毛布とか掛け布団とかは避けましょう。使わないようにしましょう。で、1歳以降に関しては、まあ苦しくても自分でこう体勢変えたりとか払いのけたりとかできるようであれば使用してもいいとは思いますけれども、ただいずれにしろ子供っておとなしく掛け布団かけてスッて寝てるような生き物ではないので、どうしてもこうね、吐いちゃいますよね。おすすめはスリーパーを着せてあげることです。ベストみたいな形の着るお布団のタイプのものですね。そういうのであれば、まあ、仮にゴロゴロ寝返りしたりしても、布団が一緒についてきてくれるので、吐いちゃうという心配はないです。で、まだ寝返りも打っていない、生後3ヶ月ぐらいまでのお子さんでしたら、まあ、スリーパーだとちょっとガボガボ、ダブダブになってしまう可能性ありますし、まあ、おくるみを巻いてあげる方が安心できると思うので、おくるみが好きであればおくるみをしてあげるのがいいと思いますが、寝返りを打つようになると、おくるみしてるともう手足動かなくてね、うつ伏せになってしまったら危険なので、スリーパーにしてあげてください。あんまり大きいのだとね、こう、スリーパーの中に体埋まっちゃうので、月齢に合わせてあんまり大きすぎるものを買わずに、月齢に合ったサイズのサイズ選びを大事にしていただければなと思います。こんなに寒いのに、本当に掛け布団かけなくていいの?ってご質問いただくんですけど、まあ今ご説明したような理由で、お布団とか毛布っていうのはおすすめしていません。逆に言えば、それぐらい寒いのであれば、寒いっていうことそのものを解消してあげるっていうことが
大事になるので次のポイントに移ります。2つ目のポイントは暖房ですね。室温のコントロール。めちゃくちゃ寒ければそれはもうスリーパーだければ確かに対策できないこともあります。例えば極端な話、吹雪が吹いてるような日の屋外でスリーパーだけ着せてたらそれはもう凍えちゃいますよね、極端な話ね。そうなのである程度は部屋の温度を上げてあげて、過ごしやすくしてあげるっていうことも大事です。そのためには暖房とか暖房器具が大事になってきますよね。で暖房、まあ、特にエアコンだと乾燥してしまうのであんまり使いたくないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、電気代考えると一番いいのがエアコンの暖房なんですよね。で、乾燥してしまったことに関しては加湿器をつけるってことで、対応していただければなと思います。まあ、そうじゃなかったらオイルヒーターとか、あとは加湿機能付きファンヒーターとか、そういうものもあるので、まあ、そういったものだと乾燥しづらくていいかなと思うんですけど、まあ、電気代がかかるっていうので、まあ、それでどれを選ぶかっていうのはご家庭次第かなとは思います。エアコンの場合は、温度設定は18度から20度ぐらいが目安になってくるかなと思います。まあ、設定よりも室温はちょっと低めになるかもしれないんですけれども、まあ、例えば室温18度ぐらいにできているのであれば肌着、半袖の肌着とか着せてあげて、しっかりした素材もキルティングとかの長袖のパジャマに60ガーゼとか、まあ、寒ければフリースのスリーパーとか着せてあげればちょうどよく過ごせると思います。まあ、室温別の服装についてはちょっと別の動画でも解説をしています。室温と服装っていうのは今の動画でね、お話もしてるんですけど、バランスが大事なんですよ。だといって、まあ、寒いからといってあんまり着せすぎて今度モコモコして寝づらくなっちゃうっていうこともあるので、まあ、ある程度暖房で温めてあげて、で、まあ、動きやすいぐらいの服装にしてあげるっていうのがいいかなと思います。で、寒くないように温めるといってもその方法は暖房だけではありません。体感温度、どういう風な温度と感じるかっていうことには接地面の温度っていうのも非常に強く影響してきます。例えば同じ室温20度のお部屋で過ごすにしても、片や大理石のひんやりした床に座るのと、片やモコモコしたカーペットの上で座るのと体感温度、寒いって感じる度合いが変わりますよね。なんとなくイメージつきますよね。そう、そういうことなんです。つまり接地面をあったかくしてあげると体感温度上がります。シーツです。シーツをあったかい素材のものに変えてあげるっていうのも一つの寒さ対策になります。まあ、例えば毛布みたいな素材のもの、あったかい触り心地の素材のものをシーツの代わりにしたりとか、あったか敷きパッドみたいな商品も売ってたりするので、そういった商品名のものを使っていただくのもいいかなと思います。ね、注意点があるとすると、めくり上がらないようにすること。例えば毛布を下に引いてあげてもいいんですけど、その毛布がめくり上がっちゃうと最初に説明したリスクと同じことが起こるので、めくり上がらないようにしっかりね、端っこキュッと下に埋め込むか裏に折り返すかしていただいて、あとはね、毛足が長すぎないように、毛布の毛足があんまり長すぎるとそれも埋まっちゃう原因になるので、毛足短めの、まあ、普通のあったかい毛布を使っていただければなと思います。まあ、そんな風にしてね、こう体とお布団の接地面をあったかくしてあげることによって、より全体的にあったかく感じられるようになります。最後に一つだけ、これだけは使わないでっていうものをお伝えしておきます。それは電気毛布です。電気毛布ってスイッチを入れると電気の力でね、こう毛布そのものが発熱するように作られてるんですけど、それを使って寝てしまうと非常に暑いです。ずっと温められてるから暑いで、もし暑いと思っても、もうお布団が全部暑いから逃げられないんですよね。かけてても敷いててももうどこにも逃げられないじゃないですか。で、汗をかきすぎて脱水になっちゃったりとか、体温が上がりすぎてしまったりして、もうとても危ないです。人間って体温を下げて眠りにつくものなので、寝ている間体温高いままだと睡眠の質も悪くなってしまいますし、赤ちゃんだと乳幼児突然症候群とかもあると思うんですけど、それも体温が上がりすぎることがリスクだというふうに指摘がされているので、電気毛布は使わないようにしてください。はい、ということで今日のまとめでございます。寒いのが原因で赤ちゃんが寝られないということはあります。対策としては3つ。1つ目、服装で暖かくしましょう。毛布じゃなくて着るお布団のスリーパーを使いましょう。2つ目、暖房で暖かくしてあげましょう。まだ迷う季節かもしれないんですけれども、もう親が寒いなと思うんだったらもうつけてあげていいと思います。室温18度ぐらいが目安になります。3つ目、寝具で暖かく、暖か素材のものをシーツにしていただくというのがおすすめです。もちろんね、赤ちゃんが夜泣きしたりとか寝つきが悪くなったりするっていうのは寒さのせいだけではもちろんありません。
日中のスケジュールとか寝る前の過ごし方とかそういうことが原因になっていることも全然考えられますので、まあ、その過ごし方の一例、一日のスケジュールの一例などは、月例別に、サンプルスケジュールを公式 LINE で配布しておりますので、ぜひそちらご活用いただければと思います。さらに、LINE 登録いただいた方は月1回私のやっている寝かしつけ強化クラスの、無料の体験会にご招待させていただいています。それから寝かしつけコラムなども配信されておりますので、ぜひ LINE でお友達登録をしていただけたら嬉しいです。概要欄に URL があります。はい、ということでこの動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ねんねママ、ねんねママ、ねかし